はい、皆さんこんにちは、 X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてね、誠にありがとうございます。私のチャンネルはX ヨッシーのライフチャンネルというタイトルになっておりまして、メインチャンネルはね、バイクの方なんで、URL 興味のある方ありましたらね、ぜひそちらの方も見ていただいて、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。でですね、この方のライフチャンネルの方のちょっと簡単にねご紹介しておきますとね、いろいろの熱帯果実とか、一般の果実ですね、ブドウとかからビアとかそういうものを育てておりまして、その おこがましいね栽培方法っていうんでなくて、まあ実際どんな感じなんかなというようなところを中心にご紹介させていただいております。まあそもそもね、ちょっと時間いただきますけども、YouTube 見ますとね、栽培方法ってかなりいろいろプロの方が出て出しておられまして、まあ、それはね本当にね素晴らしいと思うんですよ。至りり尽くせりね、いろんなとこあると思うんですけども、ですけどまあこういったね、大抵の皆さん、私も含めてなんですけども、例えば私どもの方はね比較的ラッキーなことで、利回りはあるような感じですけども、大体の若い皆さんはね、例えばマンションでお暮らしとか、それからアパートでね、ベランダで栽培されてる方って結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですよね。でそういう、なんていうのかな、一般的な家庭の視点から言いますと、やっぱりプロの方のその、インストラクションっていうのはありがたいんですけども、まあ、正直ね、すべてがね、当てはまるとは、ちょっと、そうではないんじゃないかなっていうね、それは私の勝手な思いですよ。疑問点だったんですよ。で、それで、そういうところから、疑問点から、発しまして、実際にまあ育ててみてね、育てて見ないで、どうのこうのっていうのはアンフェアと思うんですけども、育ててみて、こういうところはいいけども、こういうところは悪い。っていうのは、その正当なね、なんていうんですか、ジャッジメントをした方がいいんじゃないかなと思うんですよ。で、苗木もね、たくさん買ったところで枯らしちゃったりとか、まあ、育て方が悪いって言う前にですね、実際まあ、みんな私のプロじゃないんだから、育ててみてね、苗が強かったり弱かったり、品質によっては強かったり弱かったりってことがありますから、そういうね、情報をね、やっぱり発信していこうかなと思ったのが、このチャンネルのスタートラインなんですね。まあ、ちょっと前置き長くなりましたけども、今日はマンゴーのこと、5月20日に収録した内容を皆さんにご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。これね、マンゴーの実で5月20日、2022年5月20日で、今そうですね、1、2、3、4、4センチぐらいの大きさになったんですよ。結構ね、これどう言いますか、成長が早くて、ほんの1ヶ月前やったらね、この半分以下ぐらいやったのかな。ですけどね、どんどんね、ついてきてます。これはね、形はね、本当にアップルマンゴーの、アーウィン種のそのものの形になってますんで、成功した例と思います。これね、ただやっぱり出荷されるような高級マンゴーは、これご覧いただいたんですけど、ほら赤黒くなってるでしょ。あれがね、出荷されるようなマンゴーは本当に光の加減なんかとかね、丁寧にやって真っ赤なね、マンゴーにね、育ててあげてるっていう感じなんで、ここはね、やっぱりね、僕ら素人栽培だって思いますね。ねえ、でこの木は言いましたように3個ぐらいしか今もう見慣らしておりません。これと。これなんでこれ新聞かけてやるとね、鳥が狙う可能性あるからね、かけてるんですよ。で、この木で3個ぐらいだったら体力あると思うけど、もうそれ以上の体力はきっとないです。ないからもうね、もう3個で、今、これちょっと剥がれちゃったかな。なんですけどね。育てております。驚いたことに、まあ、実はもうつけるってるんですけどね。次にもうこれ芽出てるんですよ。わかります?これ新芽。横から出てきてるんです。これがまた大きくなって、来年にまた花
がついてという、そこからまた実がなっていうことなんで、あの、マンゴーの木ってね、本当にね、樹勢がね、本当に強いですよ。あ、ここもね、出てるでしょ。新芽が出てきてるでしょ。5月20日ですけど、これだから、そうですね、夏、もう秋になったらね、きっとね、これぐらいの、僕らの生ぐらいまでなるかわからないです。まあそうなるとね、ちょっとね、保守は大変かなと思ってね、ちょっと頭悩めてるんですけどね。ということです。こっちの方ね。マンゴーの方の二鉢目の方ですよ。これはあの開花がちょっと遅れた方なんですけども、ご覧のようにたくさんあの花がつきまして、ここもね、これもね、で全部落ちました。で残った今2020年の5月20日ですけども、こういうちっちゃなねチビマンゴーがたくさんこれね できてるんですよ。これで全部ざっと見ても30個ぐらいできてるのかな。だけど30個ですけども、このご覧のように、これも樹勢は結構大きいあの木なんですけども、それでもおそらくいいとこ3、4個くらいじゃないですか、と思うんですよ。ここね、ほらね、これね、ここにもかなり大きくなったでしょ。これは1個、この茎に1個だけ残した。これはもうこれ、ね、この茎に何個か残してますけども、おそらくこれも全部淘汰して、それで、最終的にはね、この鉢でですね、3つぐらいかなにしたいというふうに思ってるんです。こういうね。まあ、あとはですね、6月になってくると雨がかなり降ってくるんで、これをね、一時期ね、ちょっとね、雨、濡れないとこに置かなければ、ならないのかなーってね、ちょっと思ってましたね。ちょっと懸念してるんですね。で、こっちの方のマンゴーの方は、雨がね、この上にね、ブドウの葉がこう、生い茂ってますんで、あんまり雨がもしかしたらつかないかわからないけど、こっちはもう上がもう天井ですんで、あって、雨がね、直撃するかわかんないんで、これはもしかしたら移動させんかっていかんかわかりませんね。てなことで、マンゴーもさ、どうなるんでしょうかね。まあ、初めての経験なんで、よくわかりませんけども、うまくね、この二鉢で6個ぐらいかな、今年できたら嬉しいですね。はい、こっちはあの、金鉱マンゴーの方です。これも、でっかいね、花芽ついてね、見事やったんですけどね、結局全部もう花が落ちまして、今ありますの、この二つのこの、ソラマメぐらいの大きさのね、マンゴー、これ。全体に2つ残して、ここのステムにも1個だけで、これが3つです。でも3つでもね、どうかな、これね、厳しいんだと思いますよ。おそらくこの半分ぐらい、1個ぐらいね、残して、しなかったらダメなんだろうな、というふうに思います。はい、ほんでですね、こっちがね、ハッチャーマンゴーね、フロリダの方。これはね、成績良かったんですよ、花もね。だからやっぱり気の体力は悪かったですね。見事ね、ここに、こう、茎があって、実ってたんですけど、全部落ちました。で、残ったのは、この1個。これ1個。です。さあ、これはどうなるでしょうかね。これもね、落ちるんじゃないかと思うんですけど、変形してるんですよね。だこれもね、ダメ。早く落ちてね、もう諦めて、小さい鉢なんで、それもっと大きな輪に植え替えてね、体力を温存した方がいいかわかるんですね。でも感じとしてはね、このハッチャーマンゴーはね、結構ね、あれですよ、悪くないなと思いました。悪くないなと思って。いや、よく花も咲いてて、実もね、よく結実してましたんで、これきちっとね、体力を持たして、育てますとね、いいマンゴーの木になるんじゃないかというには、個人的に思ってます。まあ、金鉱の方はちょっとよくわからないね、と思うんですけどね。病原菌強いというふうに書いてあったんですけどね。なんか、大きくなったらね、1キロぐらいのにでっかいマンゴーになるんですって。だから今年はまあ、これ2つになって、小さいやつでもいいから2つぐらいね、ポコンポコンとできて。ほんで、また来年、してくれたらね、ありがたいなというふうに思ってます。まあ、どうなるかわかりませんね。はい、さていかがだったでしょうか。今日はこの辺でね、失礼いたします。
また多くの皆さんとこのチャンネルでお会いいたしましょう。ではごきげんよう。さようなら。